ナイス。はい。ということで、今回のマンスリーのハテナの結果は、ジュニアトーナメント契約書でしたね。引いていこうと思います。でね、今回の選手は全部極みにできないんで、僕は写真上で野口選手狙っていこうと思います。あとは一応木澤選手がね、強そうだったんで、それも出たら欲しいですね。はい。ということで、引いていきます。よろしくお願いします。お願いします。でね、今ちょっと同時更新で、ダルビッシュ選手のツイート見てるんですけど、ちょっと今んとこダルビッシュセレクション、どうなんですかねちょっとわかんないですけど、これからね、激安になると思うんで、めちゃめちゃ期待します。なので、野口選手おー浜地選手だ。そうなんですね。いいですね、でも。浜地選手。おそらく、次能力高くなると思うんで、嬉しい。はい。写真撮っていこうと思います。ありがとうございます。ということで、今回ね、ジュニアオール引く方、もしくはクリスマスのね、ガチャも来てるんで、引く方はね、ぜひ、紙引きしてくださいね。はい。あと、交換会もまだあるんでね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。